業界展望ウィークリーです。このシリーズでは電気事業制度を中心とした審議会について解説します。本日は9月9日の週に開催された審議会12件のうち7件を解説いただきます。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまず第80回の電力ガス事業分科会電力ガス基本政策諮問会ですね、なります。アジェンダ2つですね。一つ目が電力システムが直面する課題と対応方針、電力システム改革の検証ですね。で、電力システム改革検証の目指すべき方向性の議論、これ前回やりましたけど、これを踏まえつつ、電力システムが直面する課題と対応方針のうち、電源の脱炭素化の推進と電源の効率的な活用に向けた系統整備、立地誘導を中心に議論が行っています。で、電源の脱炭素化の推進については、次の議論点について今後の方向性などを提示されています。まず電力システム改革当時からの環境変化を踏まえた今後の方向性、次に大規模な電源の脱炭素化に向けた事業環境整備、そして安定供給の確保、石炭火力について、そして安定供給に必要となる燃料の確保、これ特に LNG についてですね、そして一般水力揚水発電についてということになります。で、もう一つの電源の効率的な活用に向けた系統整備、立地誘導については、次の項目ですねを検討しようということで提示されています。一つが再エネの効率的な活用を行うための広域地内系統の整備、もう一つが GX 産業立地政策と連動した大規模需要の立地誘導、送配電網の整備の推進ということになっています。で、二つ目は電力ネットワークの実在化ということで、今後送配電分野では現在整備中または計画策定プロセス中の地域間連携線だとか季節連携線の状況はどうだとか、地内系統の増強に加えて、導入見通しのあるその再エネ電源のさらなる拡大だったり、大規模需要の立地状況の整備、更新に向けた対応を検討しているなど、エネルギー政策の総合的な視点として、総合的な視点を見ていくことが求められているということになっています。で、それを踏まえて、第7次エネルギー基本計画の策定を見据え、2023年3月に電力広域的運営推進機関が策定した広域連携系統のマスタープラン、こちらの見直しの要否について検討しつつ、足元で対応すべき個別の諸課題の対応を進めることが重要というふうに提示されています。で、今回は3つの課題について現状のと対応の考え方について提示されています。1つ目が広域連携系統のマスタープランの見直しの要否、2つ目が地域間連携線の整備に関する課題、そして最後3つ目が局地的な大規模需要、これデータセンターとかですね、に対する関する課題ということになっています。第21回電力安全諮問委員会電力設備自然災害等対策ワーキンググループとなっています。こちらアジェンダは4つですね。1つ目が令和6年度能登半島地震への対応についてということで、この1月ですね、元旦に発生した能登半島地震の概要、停電対応、被害復旧状況について確認が行いました。で、また前回のワーキング以降ですね、どんなことが対応されたかということについて振り返りがありました。これ3つあるんですけど、1つが効果的な電力復旧の観点からドローンを活用した巡視を実施するために航空法第132条の92において国交省、経産省及び一般送配電事業者との情報連携について整理しましょうというもの、2つ目が電源車による電力供給の継続に必要な電源車及び燃料補給用のタンクローリーの運用に関するガイドライン、これを一般送配電事業者に展開しようというもの、じゃあ最後3つ目は要配慮者の個人情報について自治体から情報提供の要請があった場合、ガイドライン等を踏まえて対応するよう一般送配電事業者に周知するということになっています。で、今後はこの能登半島地震での対応ですね、経験を生かして今後の災害に適切に対応していきましょう、使っていきましょう、適用していきましょうということになっています。で、2つ目がバイオマス発電所の爆発火災事故ということですね。これはジェダーさんの竹豊火力とあと石狩新興バイオマス発電所、この2カ所で発生した爆発火災事故についてその概況と発生原因などが確認されています。で、その上で電気事業法に基づく電気関係報告規則に基づくバイオマス発電設備に関する事故報告の対象設備の改正、技術基準の解釈等における事故防止に有効と考える措置の明確化、そして事故防止の予後展開に向けた平時、有事、事故時ですねの対応についてが提示されています。で、3つ目が株式会社林エネルギーシステム高柳発電所における蓄電池設備の爆発火災事故についてということで、これは太陽光発電所に併設している蓄電池ですね。ここで発生した蓄電設備の爆発火災事故について、その経緯だとか想定される事故要因を確認しているということです。で、その上で、電気事業法に基づく、これも電気関係報告規則に基づく、今回は蓄電設備に関する事故報告の対象設備の改正、技術基準の解釈等における事故防止に有効と考えられる措置の明確化、事故防止の有効展開に向けた平時、事故時の対応について提示されているということです。
で、最後4つ目が、リッチソーラーエナジー合同会社、西仙台ゴルフ場、メガソーラー発電所における火災事故ということで、このリッチソーラーエナジー合同会社さんが、運用している西仙台ゴルフ場、メガソーラー、こちらで発生した火災事故について、その経緯や想定される事故要因が確認されています。で、その上で、これも同じように電気事業法に基づく電気関係報告則において、発火の可能性のある機械器具周辺の可燃物の具体的な対策の明示化について提示されました。で、その他、業界における取り組みとして、太陽光発電協会さん、ジピアさんが発信した日常点検等の保守点検の実施、草刈り等の、暴走対策の実施に関する注意喚起についての紹介があったということです。で、続いて、資源燃料分科会の資源開発、燃料供給小委員会第22回になります。こちら、アジェンダ1つなんですけど、1つに5個あります。アジェンダは化石燃料をめぐる国際情勢等を踏まえた資源開発等の方向性についてということで、まず一つ目が LNG の安定供給確保。まあ、足元世界におけるメタン対策の機運の、高まりから、日本でも LNG を活用していく上で、バリューチェーンの低炭素化が必要で、その中でメタン対策が重要な取り組みというふうにされています。で、そのために、2023年7月に行われた LNG 参照会議で発表したクリーンイニシアティブでの、さらなる協力の可能性が拡大することが必要とされています。で、今後、上流企業だとか他国国際機関と連携を進めるとともに、技術協力だとか低炭素 LNG の認証スキームの構築に取り組むために IMEO との連携強化だとか、カーボンニュートラルまた低炭素化認証された LNG の市場価値を高めるためにも、需要サイドの取り組みとして、当該 LNG を利用する電源を脱炭素電源として認めると制度的対応が必要だというふうにされています。で、長期的な LNG の確保については、これ3つの対応領域というのがあって、それぞれ戦略的に構築していくことが重要だということも示されています。で、あとエネルギー安全保障の観点から、日本で LNG の安定確保、調達量にかかる評価指標を検討中で、その新指標の導入によって LNG の安定調達度合いを図るとともに、政策支援につなげることを目指そうとしています。で、ガス供給のその重要性、柔軟性だとか透明性、安定性、いわゆるガスセキュリティみたいですね。これを強化するためにガスリザーブメカニズムというのがあるんですけど、特にロシアによるウクライナ侵攻以降ですね、欧州でも取り組みを強化しているというところで、日本でも SBL という取り組みを進めているんですけど、ガスリザーブの3つの流域、貯蔵、余剰 LNG 量の確保、調達契約の柔軟活用では日本にも強みがあるということで、こういったことも活かしていきましょうということになっています。このための2つ目は石油の安定供給確保についてと。第6次エネルギー基本計画では、災害時におけるエネルギー供給の最後の取り組みの重要性だとか、国家の責務として積極的な資源外交だとか、ジョグメックによるリスクマネー供給を行うことが石油としての位置づけとして書かれています。明記されています。で、ここカーボンニュートラルへの移行においても、そのネットワーク知見を生かした包括資源外交の推進も必要だよってことも書かれていると。で、足元でも石油の中東依存度ってことが高いんですね。日本は一番高いです。で、まあ、チョークポイント比率ってあるんですけど、これも国際的に高い状況と。というところで、エネルギー安全保障に直結する課題であるということが、まあ、示されています。で、中国、韓国、ドイツの原油輸入では、調達先のこの対応が進んでおり、中東依存度がこうギュッと低減されていると。で、原油のこの正常っていうのは、正常っていうのは、まあ、性質ですね。これは産地によって異なっていて、調達の多角化の検討にあたっては、この正常の違いがその生成プロセスに影響を及ぼすので、国内の受け入れ設備側の現状を踏まえた、不断の検討が必要となるということが示されています。で、3つ目は、石炭の安定供給確保ということで、石炭については、需要はこの減少見込みで、供給はダイベストメントの加速で、需要減少以上に供給の方の減少が生じている可能性が出てくると。一方で、地政学リスク、あと熱量あたりの単価、保管の容易性等を踏まえると、エネルギー安全保障とか経済性において有利な点も実は石炭にあります。で、この石炭のサプライチェーンでは実は一度しないと復元は困難であるということも見込まれていて、留意が必要だと。で、そうした中で、将来的に需要の減少が見込まれるこの石炭、どのように安定供給を確保するかということが課題になります。で、石炭のこの自主開発というのも実は日本はやっていて目標を掲げているんですけど、足元ではこの開発比率がこう低下していますと。で、一般炭については権益の確保に加えて、カーボンニュートラルの移行期間においても安定して、それで低廉な供給を図るためのさまざまな調達方法について検討することが必要だというふうに示唆されています。で、4つ目が国内資源開発についてということで、対象は石油、天然ガス、メタンハイドレートです。で、これも第6次エネルギー基本計画では、国際資源開発というのは、地政学リスクに左右されず安定的なエネルギー供給確保が可能となることに加えて、水素とかアンモニアの原料としての利用も視野に、引き続きこのメタンハイドレートを含む国内資源開発を推進することは重要と位置づけられています。一方で、国内の石油天然ガスの生産量は、
平成元年頃までに発見された構造性の油ガス田の開発によって増加傾向にあったんですけど、主要の油ガス田の生産減退により平成19年のピークにこうピーッと減少しています。で、この国内開発に向けては、まあ、国内の海洋資源計画ってなんですけど、これに基づき今促進している状況です。で、このため最後5つ目は石油天然ガス業界の人材確保育成ですね、についてと。で、これまあ第6次エネルギー基本計画とは位置づけが入っているんですけど、資源確保に向けた国民への積極的な発信に加え、カーボンニュートラルに向けてこれまでの知見等が重要な基盤となること、で、それらを担う新しい人材確保育成が必要というふうにされています。で、エネルギー この上流の開発する業界を中心とした理解促進を図るため、2023年からエネキャリというものを開設していて、大学だとか大学院生などを対象に、まあ、世界とか日本の最新のエネルギー動向を学ぶ特別講義とか、フィールドワークとか、プレゼンテーションとか、エネルギーキャリアフォーラムといった取り組みを実施しているということになっています。で、続いて第68回再生可能エネルギー大量導入次世代電力ネットワーク小委員会になります。アジェンダ3つですね。ちょっと3つ目はもう先ほど基本政策書類で話したので割愛しますので2つだけ話します。1つが、今後の再生可能エネルギー政策に関するヒアリングということで、まあ、次期エネルギー基本計画策定における再エネ政策を検討するにあたって関係省及び関係団体などのヒアリングを実施しています。まず関係省は環境省さんと農水省さん、需要側は JCLP さん、自治体は北海道の瀬田町さん、地域エネルギーとして市民エネルギー千葉さん、で、金融保険からは IO 日生同和損害保険さんと、この 1,2,3,4,5,6 社ですかね、からヒアリングを受けたということです。で、2つ目が大規模な再エネ電源投資を確実に完遂するための制度の在り方についてということで、この2050年カーボンニュートラルに向けて必要な大規模電源 その投資については、投資額 この大きさとか建設リードタイムの長さによる収入費用 この変動がこう大きいことから、事業者リスクというのは存在してますよということは認識されています。で、再エネの切り札となる洋上風力についてもこれは同じことで、他の再エネと異なる性質も踏まえ、収入、費用の変動に対して強靭な事業組成を促進することを通じて事業実施の確実性を高めていくことは重要と整理しています。で、その上で大きく3つ、1つが再エネ回帰療法の公募における確実な事業実施を担保する保証金制度の在り方だとか、民間事業者による、伴うリスクへの対応が評価される公募制度の設計、2つ目が収入費用の変動等に伴うリスク分担のあり方と、それを踏まえた FIP 制度の基準価格だとか IRR の設定で、最後3つ目が産業競争力強化等の観点から事業者選定後の事業計画の柔軟性を確保するための制度設計、まあ、以上3点について、今後洋上風力促進ワーキングおよび調達価格等3点以下において制度的対応の要否の具体的検討を進めることとしております。で、次が、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の第62回会合です。アジェンダ1つですね、今回は GX に向けた取り組みと省エネ非化石転換についてということで、まずはこれまでの議論の整理ということで、まあ、第60回第60回この前2回の、この会合でのヒアリング議論を踏まえて得られた共通認識について整理しています。で、整理した項目は全体の方向性と次世代燃料 CCUS 重要鉱物等になっています。で、GX2040 ビジョンに向けた検討というのも、これは政府の方で行われてますけど、この足元の GX 実行会議での検討事項について、まあ、検討の叩き台が中心なんですけど、報告がありました。で、今回の論点である省エネ非化石転換については、国内外の省エネだとか非化石転換に係る取り組みの進捗とか動向を踏まえて、産業部門、業務家庭部門、運輸部門、これらの現状課題と対応の方向性について提示されています。で、今回の論点は、こういったことを踏まえて、GX2040 ビジョンに向けた検討の段階台、これ10個ありますけど、これを踏まえ、次期エネルギー基本計画に盛り込むべき方向性とか方策、まあ、何だろう。2つ目が、2040年度に向けて省エネや非化石転換を進めていく上での課題とか具体的な対応策は何だろう。こういったことが議論されたということになっています。で、続いて、令和6年度環境配慮契約法基本方針説明会、電力専門委員会の第2回になります。アジェンダは、一つです。電気の供給を受ける契約に関する検討事項等についてということで、国とか独立行政法人が供給を受ける電力契約については、環境配慮契約法というのが適用されていて、入札に参加する小売電気事業者の資格審査が必要になっています。で、その審査項目の基準については、毎年こういった検討会とか専門委員会で審議され決定されているんですけど、令和7年度の契約についての検討が行われています。で、そのうち、今回大きく2つ、1つが排出係数敷地の引き下げに関する検討、もう1つが
調達電力に占める再エネ電力比率の引き上げに関する検討、この2つをまず先行的に議論し、今後その取りまとめ資料として10月31日に開催される予定の親委員会に今後報告される予定となっています。で、どういう方向性にしたかというと、まず排出系2の方については予定通り、0.520kg、CO2 パーキロワットアワーに引き下げ、あと再エネ電力比率の方については仕様書等に記載する調達電力の最低限の再エネ比率を今の 35% から 40% 引き上げということになっています。でまた、昨年度令和5年度の契約締結状況についても前回の報告での抜け漏れの補完と第1回委員会での委員意見を踏まえた追加事項があったので、その報告とあと今年度の検討スケジュールについて改めて報告があったということです。で続いて、長いんですが、太陽光発電設備リサイクル制度小委員会と太陽光発電設備リサイクルワーキンググループの合同会議、これ初回第1回です。アジェンダ1つですね。太陽光発電設備の廃棄リサイクルをめぐる状況及び論点についてということで、太陽光パネルの廃棄だとかリサイクルにかかるこれまでの取り組みだとか、太陽光パネルの特性を振り返った上で、現状の排出状況、処理実態だとか、今後の排出推計をまず確認しました。でまた昨年度取りまとめた再エネ発電設備の廃棄リサイクルの在り方に関する検討会中間取りまとめの内容を確認しているというところです。でこうしたことを踏まえて今後、その太陽光パネルの、廃棄リサイクルの検討を進めるために中間取りまとめでも整理した物、費用、情報の3点から制度的な検討を行うこととします。で検討会は各論点の議論をこれから月1回程度の頻度で行って2024年度内を目途に一定の方向性を整理することということにされております。では今回は以上です。はい、解説ありがとうございました。